皆様こんにちは、田中涼子です。はい、今日はですね、4月12日ですよね、お羊座の新月なんですけども、なんとなくですね、まあ、エネルギーがちょっと変わった感じがしまして、今日は新月っていうこともありまして、このこういうねちょっと白い天使っぽい衣装を着てみました。これはなんかあの3年前に筑後市、福岡県の筑後市で行ったイベント、なんだっけ、古民家だよ、全員アホ全員集合っていうネーミングのね、なんかアホなイベントだったんですけども、その時に着た衣装なんですけど、なかなかこういうのって着る機会がないのでこういう時にたまにね着させていただきたいと思いますお家にいながらになんかこんな格好できてちょっと嬉しいはい、でいつもね私あのコメントを何件かいただいていて、こういつも紹介しようと思っているにもかかわらずすぐ忘れてしまっていたので、今日はですね、まず皆さんからいただいたコメントをご紹介したいと思います。純子さんから、純子さんがね初コメントをしてくださいました。ありがとうございます。なんか昨日までと違う新たな何かがっていうねコメントをくださいました。そうなんですよね、私ね、まあ後で話しますね、そのエネルギーが変わってしまうっていうお話をね。で次は美恵子さんから、英語字幕すごい、音声もバッチリ、さらに可愛いなんかあのブロガーキットのね投稿の日だと思うんですけども、ありがとうございます。あの字幕頑張ります、頑張っております。なんかもしね間違ってたり明らかにちょっとおかしい表現の時は教えてくださいね。次タラオさんから、ちゃん登録グッとしましたっていうね嬉しいあのコメントありがとうございます。なんかねあんこんなノロノロとしたあのチャンネルなのに登録してくださってありがとうございます。もうよち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 亀さんの歩きだけど、まあ一歩ずつね確実にこうたくさんの人に見てもらえるようなねあの番組っていうかまあにしたいと思いますので、どうぞねこれからも応援のをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、またまた美恵子さんからいただいたんですけど、涼子さんすごい、体がしびれて熱くなったよ、ありがとう。はい、これは多分緑色のケアですね。緑色でケアをしますよっていう回だったと思うんですけど、あのね、あの全然ヒーリングとかもやったことがない方でも自分でやってみたら意外とあの感じることでできるんですよね。でこうエネルギーってやっぱりこうほら体の中に巡っているこう水分というか、ね、血の巡りとかこう気の巡り、エネルギーの巡りが良くなるとやっぱりこうどんどん体もね良くなっていくっていう感じだと思うので、こうエネルギーを意識してね、そうすると体がポカポカになったりするので、ちょっとねあのそんなに難しいことしなくても自分でセルフケアできるので、あのたまに紹介していきますので実践してみていただけたら嬉しいです。でもう一方もね、その緑色のケアのことについて書いてくださってるんですけど、ル444888444さんからコメントをいただきました。いつもありがとうございます。私も同じくしびれてポカポカしています。ちょうど長男の部屋のカーテンも緑を勧められてプレゼントしたところだったのでシンクロに喜んでいますっていうコメント、どうもありがとうございました、ね、シンクロやっぱりな、シンクロってなんか偶然の一致っていうね、あの日本語では訳されていますけど、そうやってこう天使がねこう応援してるよっていうメッセージをねシンクロを通してこう送ってきてくれますのでね、なんかこうキャッチしてこう、あ
嬉しいみたいな、なんか店主が応援してくれてるみたいなのね、あの受け取ってくださったら嬉しいです。はい、あ、そう、それでさっきのねエネルギーの話なんですけどね、さあの初コメントで純子さんが、なんか昨日までと違うっていうね、あのコメントをくださったんですけど、そうなんですよ。それがねやっぱね、人間って私エネルギー、あの宇宙ってほら、宇宙ってそんなにあんまり今まで馴染みなかったかもしれないんですけど、やっぱり地球って宇宙の中の一つの星ですよね。でいろんな星のこう影響を受けながら来てるんだっていうのをね、すごいねびっくりするような出来事っていうか、はっきりとそれを感じた出来事があったんですね。で、そう、前にもあの話したことあったかもしれないんですけど、こう一時期講座とかこうなんか受けたいなと思って、こういろいろちょっとお勉強してるした時期があったんですけども、で、私の友達が先生術をしているお友達がいて、ちょうど1年間10ヶ月ぐらいかな、1ヶ月に1回講座を、星の勉強ですねを募集してたので、あ、なんかやってみたいなって思って、お友達だしなんかこう気楽にいけるかななんて思って、お友達の講座をね毎月1回お勉強しに行ってたんですね。その時に、まあ私はねあんまりだから覚えるのとかがすごいあんまり好きじゃないというか、できないタイプで、やっぱなんかこうエキスだけをこう受け取るタイプなので、そんなお勉強的なこう何座がどうのとかそういうのはねあんまり全然というかほとんど覚えてないんですけど、こうエキスだけはなんとなくの感覚だけはすごいあるんですね。でそのお友達が毎回ねこう宿題を出してくれるんですね。でちょっとね私もねもうあんまり覚えてなくて、間違っていることを言ったらごめんなさいなんですけど、なんかねそのやっぱり私はお羊座なんですね。だけどこのホロスコープっていうのを見ますよね、生年月日とか生まれた場所とかでこう算出してもらって、こうホロスコープを見るとこうお羊座が太陽のところにあって、でなんかこういろんな場所に何座みたいなものがこうあって、だから私の中にはお羊座っていうのがこうメイン、お羊座とあとねアセンダントっていうのもあってね、それが獅子座らしいんですね。でアセンダントが獅子座で、こうその太陽のところにお羊座があるからお羊座なんで、なんかお羊座と獅子座のなんか火のなんかエネルギーがすごいボーボーボーにあるタイプの人らしいんですけど、でも他にも乙女座だったり何ね、いろんな他のいて座だったり、いろんな要素は全ての人にあるみたいなんですよね。それでその、なんかで暦がありまして、こう今日は何座のこうやっぱり影響が強いっていう時がねこうあるみたいな、ちょっとね本当に忘れちゃったんですけどね。でだから今日の一日をどんな一日だったかっていうのをね日記につけてきなさいみたいな宿題があって、でほらなんか例えばお羊座の影響が強い日はこんな感じとか、なんかこうねいろいろ特徴があるみたいなんですけど、私はその日記をね1ヶ月間つけてお友達に提出すると、まるで模範解答のような、こうなんかだからそのエネルギーにもうもろに敏感に反応して一日を過ごしていたっていうのをね、まあびっくりしましたねだからねなんかエネルギーが変わった途端にちょっと人格が変わるみたいな、なんか変なね、今日は昨日はすごいおとなしかったのに今日はなんか変な人みたいなねそういう時ももしかしたらねこう敏感な方は感じるかもしれないんですけど、まあなんかとてもこう素直にエネルギーの影響、宇宙のエネルギーの影響を受けてるらしくって、それでまあなぜね直感が自分の心の
声とか直感を信じるといいかっていうのもやっぱりこう直感だけでこう生きているんだけど、結局はそれがもうダイレクトに宇宙のからのメッセージなんだなっていうのもね、その講座を聞きながらね、私はすごいそれを確信した出来事がありましてね、まあ、それはねまたいつかお話しできる機会があったらいいなと思うんですけども、そうやって実はですね皆さん、なんかこうやっぱり地球っていうのをね、こう宇宙の中の一つの星なので、そうやってね、月の影響を受けたり太陽の影響を受けたり、なんかいろんな星々の影響を受けてるみたいなんですよね。はい、で今日はですね新月なので、はい、なんとなくですねバタフライオラクルカードを引いてみたいと思います。はい、あそう、この黄色のお花は昨日新しいお花屋さんを見つけてなんか嬉しくって買ってきました。とってもなんかリーズナブルで、なんかなんていうのかな、ちょっと街に行くと高いけど、ちょっと郊外っていうかね、地域密接のお店だとすごくね安く買えたりとかします。すごい可愛い。はい、今日はこちらです。ですね、ヘブンリーサインズだそうです。では読ませていただきます。天使のサイン。親愛なる皆さん、最近よく蝶を見かけませんか？このカードはあなたが天から受け取っているたくさんのサインのうちの一つとして現れ、あなたは愛され 見守られていることを伝えています。亡くなった最愛の人は幸せで、あなたに励ましを送っていることを伝えるために、天使が蝶を使者として送り出すことはよくあることです。その他のサインとしては、鳥、羽、虹やその他の自然界に存在するものが挙げられます。またはコインや音楽、人が作り出したその他のものがサインとなる場合もあります。あなたはこれらのサインに気づき、信頼するように求められています。そうすれば、あなたは日々の生活で天使の存在を感じるようになるでしょう。見守られ、愛されていることが分かれば、あなたはもっと安心して恐れを抱かずに夢に向かって進むことができます。はい。はい、天使のサインというメッセージでした。そうなんですよね。私もね、もうね、こう落ち込む暇がないっていうか、なんかほらさっきもね、こう緑色のカーテン、緑のテーマにした動画の日に緑のカーテンを勧められましたっていうね、コメントをいただいたと思うんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、天使のサインに気がつき始めたら、もう落ち込む暇がないというかね、落ち込みかけたら天使がわーってなんかこう私にメッセージを送ってくるというか。でなんかまあそんな感じで、あそっか、私はもうなんかそうやって見守ってもらう存在がいるんだなと思って、本当にね落ち込む暇もなく元気にねこう突き進んできてるんですけど、それでそう、さっきね私が今日やりたい新月っていうのは新しいことを始めると良いって言われている時なんですけど、そうこういうね格好してるのもねちょっと意味があって、新コーナーをね作りたいなと思ったんですよね。なんかそれは天使からのピンが来たんですけども、1個前の、ロマンスの投稿にサブタイトルに教えてエンジェル先生っていうのをねサブタイトルで書いてたと思うんですけども、皆さんから何か なんてご相談じゃないけど、まあね、なんかちょっとお悩み相談みたい なんかこんなことがあったんですけど、なんかこう、天使のメッセージをね欲しいですみたいな
なんかのいただいたら、ちょっと教えてエンジェル先生っていうコーナーをね作ってみたいなと思うので、まあなんかそんなにすごいね深刻な大深刻なまあそれでもいいですけど、あのもうこんなこと聞いたらあれかなみたいなことも、多分天使は面白い回答をしてくれると思うので、こう一枚引かせていただいて、皆さんにね同じようなほらことを思っている方に同じようななんかこうメッセージを伝えることができるので、もしねよかったら私にメッセージ、あのまあインスタグラムとかからでもいいですし、あのなんか E メールアドレスをこの概要欄に貼り付けておきますので、もう匿名で全然大丈夫なので、あのメッセージをねいただけたら、この新コーナーが動き出すと思いますので勇気を出してあの、まあ、どんな質問でもね、なんかねなんとなく面白い回答が来そうな予感がしませんか？オラクルカードの面白さをね皆さんに知っていただけたら嬉しいと思います、はい、ではあのメッセージをねお待ちしております、はい、今日はこれでおしまいです。ではまた次回もよろしくお願いいたします。さようなら。